まあ、今行けたと思うけどね。あとこの道だとさ、最悪次のじゃんけん次第でさ、元の道に戻るよな。次信号のところでやっとくか、うん、手前のあのショートカットできるところじゃなくて、うん、もう今の時間やっときますか。はい、最初はグーじゃんけんチョキ、せつか、まあやっぱり気持ちいいよね。そうだね、これもおせつだったら気持ちいいのでね。ちょっとミニストップに入れたかったかもある。もうね、軽くトイレがしたいな。よし、次あれだよ、うまいことコンビニ目指してね、俺は、うんうん、結構分かれ道だね、ここから。うん、やっぱり亀山方面になるか名古屋方面になるか大きいよね。まあ、ここはさっきね、はい、やったところに、まあ、そこはもうあのじゃんけんのタイミング次第でどうにでもなるわ。うん、あ、ちなみにさっきは道路交通法がうんぬかぬんでね、あのその、ま、守ってないっていうのでうるさいっていうのもあったけど、真、うん、逆もあるね、うんうん、あのこの前の動画でもさ、うん、その最初のじゃんけんやったやつ、うん、あの一番最初のところ、うん、大久保はさ出るときにさ、はい、最初あれ内側ってか右折って言っとったのにさ、うん、あの大久保の出口が左折専用やったから左折して、うん、あれでも言われたもんね、うん、それはじゃんけんでやるって言ってるのに、じゃんけん のそのやつに従わずに、そんな道路標識に従わってやるなんて、そんなことやるのが YouTuber なんかみたいなことを言ってくる人もおったよ。うん、なもんで、まあ、まあ、何でも両極端じゃ両極端やけど、まあね、そこはそれ言われだとね、うんうん、東海の動画とかでもあったけどね、あの、ま、最終茶番やけどね、道路交通法を全て無視して。お、最初はグー、じゃんけんグー。あ、ここは、こっち行こうが、右行こうが、左行こうが、一緒じゃない。ここ、うん、ここだもん、別だから。あ、でもまあ。うん、だってここ、こうやっていくしかないでしょ。いや、俺、あの、曲がった先のところの交差点とかで、やろうかなと思ったと思うんで。さあ、どうなるかな、ここから。これもやっとこうか、はい、最初はグー、じゃんけんグー、あはは、あはは、今言いたいこと分かるけど、私はもう乱数に従ってるだけです。自分と一緒に決めろ。あ、そうや、後ろの水もちょっとどかさなあかんねや。あ、横になってガタ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 言っとるもん。もうなんか戻ってきたな。もうなんか戻ってきたな。あれ、なんかあのロックダウンが見えるぞ。ロックダウンじゃなくて何だったっけ。そのくらいが使ってねえのか、オープニングハイの前のところだったら。ああ、ごめん、ちょっともうこっちに入ってた。うん、さあ、これ、ある程度落ち着くまでは、近況トークできねえな、元気に忙しくて。うん、ここのまっすぐの道って、改造したんだっけか。ん？クランクになってたじゃんね、うん、クランクになってたよね。あの並んで済むようにまっすぐの道ができたんだけど、なんか作っとったね、うん、俺も最後作っとるところまでしか行ってないわ。それが今開通したのかな、したのかな、それとも
なんだ、あの中西バイパスの前まっすぐ行ける。そうだね、うん、やっぱ鈴川の道の作りがいいよね。四日市が悪すぎる、ひどすぎる。これはね、これ四日市市民やけどね、擁護できんわ、あんだけひどいと。やっと油川もやっと到着してし始めたけど遅すぎるわ。やっぱり知らない光景なんだ。おお、ほんまや、クランクになってない。え、これはストンと切るんや。ほんまや、前はここがクランクになってることになっとったもんな。あ、ほんまや。え、便利やん。だってここショートカットできるだけでさ、あのホンダの方に入っていくさ、うんうん、あの渋滞とかに巻き込まれないのにするさ、うん、あそこの時間帯さ当たるとすごいもんな、うん、でどうせここのクランクの先のここに出やなあかんかったんやでさ、これが石丸南やったっけだっけか、うん、あ、じゃあな、ここは平野町か、平野町でセブンがあるから。本当楽やな、ね、めっちゃ楽やん、これだけで、最初はグー、じゃんけんパー。あ、まずくだ。常に準備しとけ。いや、もうやっぱもう、あの、はい、私の頭でやります。ね、これで石丸交差点やろ。うん、そこ、うん。ちょっと曲がってちらっと見てみる。あ、いいね。うん、ここね、前から気になっとって、動画でもね、チラリチラリと言ってたかな。でもここに来るときって仕事で来てるから、動画回してねえのか。これで石丸南だ。そう、ここ、そう、餃子100円の。謎やろ、ね、なんかとにかく謎やろ、ここ。うん、なんかバリバリ餃子100円ってなっとってさ、気にはなっとるんやけどさ、これちょっと一人で行くには相当ハードル高いやん。そうだね、うん、しかも仕事からさ、ここら辺に来とるってことはさ、そっから直行でさ、事務所に戻って報告書書かなあかんからさ、うん、のんびり飯食っとる時間もねえしさ。っていうので、毎回気になっちゃった。それだけはね、ちょっとちらっと話をしたかった。あ、次、大きめの交差点っていうと、おーい。最近、老害ひどくねえか。今のどうする、さらす解像度高くしてそこだけさらすかそれでいいんじゃないかい。ほんとに話題にしたら今度これモザイク処理入れるといけないから見つけんだよ。